パブロダル市電はカザフスタンの都市パブロダルに存在する路面電車である。カザフスタンの工業都市パブロダル市内を走る路面電車。ソビエト連邦時代の1965年10月18日に開通し2020年現在はパブロダル州の完全子会社であるパブロダル市路面電車管理会社によって運営される。ソビエト連邦の崩壊後のカザフスタンでは 路面電車網の廃止や縮小が相次いでいるが、パブロダル市電は引き続き市内の重要な交通機関となっており、1990年代まで延伸が続いた営業キロ 110km12、系統の路線網は2019年時点のカザフスタンの路面電車で最大規模である。また2016年以降は、欧州復興開発銀行からの援助のも路面電車の車両、 施設の更新や GPS を用いた監視システムの設置などの近代化を実施している。2020年現在、パブロダル市電で運行されている系統は以下の通りである。そのうち、駅前電停はカザフスタン鉄道のパブロダル駅と接続している。2020年現在、パブロダル市電で使用されている車両は以下の通り。2010年代以降は、 ロシア連邦やベラルーシの鉄道車両メーカーが製造した超低小電車の導入が続いている。また2011年にはポーランドで使用されていた旧型車両を譲り受けする計画が存在したが、パブロ・ダルシ当局からの認可が降りず実現しなかった。ありがとうございます。